6月7日水曜日今日の天気は曇り一時雨日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です えー、週の半ばまでは天気が良かったはずがですね、えーうん、結構傘マークが増えてきていて、えー、今日も曇り一時雨というお天気朝方はね結構強く雨が降ったりなんかもしておりました、えー、日本層屋上の温度計17.5度ねこれにわか雨がまだ降ってるって感じなのかねそうですね今雨降っている地域関東地方南部中心になってるんですけれどもこの雨というのは午前中いっぱい飲み込みになっていまして、うん、日中お天気回復して次第に 晴れてきそうですねまあちょっとねあの台風の動きがどうなるかというのがに、ね、わ、ね、かにここで台風3号が出てきたっていう話があってそして、それがまたこの間の2号みたいにね、えー、沖縄あたりでブーメランみたいにまた、えー、日本列島を沿うような形で動くんじゃないかという,ふうに言われておりますので週末に向けてはね、えー、ちょっと天気の、ね、話、情報等々もえ入れながら放送していくことになるんだろうなと。なんだか本当週末 月末に向けてっていうのがこれサイクル化するとまた困るよね。そうですよね。ああ<ー><や>そうなんだよ。また、えー、野球のね、えー、スケジュールがガタガタになるよなというね,うね少年野球の方もね。まあコーチやってる身からするとお天気大切ですよね,すよね週末は。えー、でまあ,あそんな中ですね昨日もなんか雨を気にしながら、えーえー、こ今日の準備をしていたんですけれどもまあそうしたらですね一個おというニュースがあってニュースというかこれは話題なんですけれども。 あの日本経済新聞とそれから日経 HR って多分これヒューマンリソースの略だと思うんですけど就職転職支援のね、えー、サイトが大学のイメージ調査中の実施してで上場企業と一部有力未上場企業の人事担当者に採用した学生から見た大学のイメージなどを聞いたということで。 でこの総合ランキングは京都大学が2年連続で首位となったんですけれども関東の大学で1位はどこかというとですこれがです、ねうん、横浜国立大学お母校じゃ。 いやこういうランキングで上位に入ってくるってことは昔はなかったんですよ。あそうなんですかなかったっていうかね非常に地味な大学で、ね、<laughs> ん<な>こういっちゃんなんだけどこういうところでこうなんかランキングに入ってくるんですねキラキラ感のあるものっていうのはなかなかなくてですね。えー、であのー、昔 妻とまだ付き合っった頃にに、はい、お互いの母校に行こうなんつって妻はあの京都のねあのキリスト教系の大学だったんで非常にこうキラキラしてたんですよ。うんうん、で京都旅行の時にあのついでに行ったんですけど「いやすごいね」なんつってであのその流れでですね「あんたの母校を見てみたい」って言うから連れてったんですけど <laughs>、ええ、そうしたらあの、まあ、横浜国大なんていうのはですね、まあ、いわゆる 一軒一校でできたあの新生の国立の大学なんでもうあの、うん、昔建てたです、ねえー、公務員宿舎みたいなのが並んでるんですよ。でそんなに何かこうキラキラしたものがあるわけでもなく、ねえー、キャンパスがそれほどものすごく綺麗なわけでもなくですねでそうしたら「なんだこのかまぼこ弊社は」ってですねいや確かにでもそんな感じのねいわゆるこう公の建物っていうイメージのはい、はい、どっかの市役所とかねそういうのと同、えーえー 同じじよような感ののものがこうらーっと並んででるわけですよだから <laughs> もうもうその通りだなと俺も絶句したまま何も言えなかったんだけどさ<え>いやだからこういうところのランキングにっていうのはまあびっくりしてしかもねそれが人事担当者が採用した、えー、その新入社員だとか多分若手社員のねイメージでこう聞いたところによるとっていうところなんで<え>いやーなんか後輩たちはいろいろ頑張ってんだなと思うとねう、えー、最近、あのー、同窓会等々の仕事でですね、はいえー えー、あの学長梅原学長とも話をさせてもらうようになったんですけどやっぱいろいろ予算のない中で工夫をしながら頑張ってるんだなというね,うねあのそれこそ、ね、台風が近づいているという話もありますけれども台風についての研究とかももともとは、ねえー、気象に関することっていうのはやっぱり気象庁が一括してやるっていうところだったんですけどそれが、えー、徐々に徐々にその門戸が開かれるというところで、えー、台風の研究センターを作ってですねでそこであの保険会社とかいろんなものを巻き き込みながら、えー、台風のじゃ、えー、勢力をなんとかしてこう弱めるためにどうしたらいいんだろうねみたいな、えー、それこそ海の上で先にこう雨を降らせちゃったらちょっと。 勢がが弱まって、えー、被害が減るんじゃないかとかといろんな研究をあるいはその台風のエネルギーを使ってなんとか発電ができないかとかいろんなこう研究をしているんだというような話とかね、えー、いろいろお野心的な取り組みを行ってるんですよみたいな、ね、話を聞くとあ校頑張ってるんだなとうでそれにこう若い人たちがいき、ね、こうやって育ってきているっていうのはいや嬉しいなと思う反面ですね、えー、我々、少年の OB も頑張らなきゃいけないこいうね。 各大学の学生のイメージ、行動力、対人力、学力、独創性の四つの項目で評価したって書いてますね。<laughs> えー、一つも自信ないねそういうものに関しては。いやもう全部だって飯田さん満点でしょ。<laughs> お前バカにして,してないですよ。バカにしてんの。 してないですよ明らかに何を言いますかこういうのを皆さん暗いうちと言うんですよ違いますよだって行動力でしょ皆さん行動力ないよえー、だってもうめちゃくちゃ動き回るじゃないですかだって酒飲む時はねと <laughs> あとこれをやればただになるみたいな時はね<ー>頑張るけれどもありますねでもそういうの独創性なのかもしれない <laughs> ものはいいよってね <laughs> そっちの部分だけかもしれませんが <laughs> あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向コジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、打診業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご意見を寄せいただければと思います。横浜国大についてはね、えー、私よりも内田君で印象が良くなりました <laughs> あ、よかそう、はい。やっぱり若手がね。 <laughs> れれそうですよね。た内田有紀アナウンサーもそうですもんね、うん。そう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 。彼は、あの理系のね、うん、出身なんで。そうなんだよ。理系は優秀な人が多いんだよ。そんなことええ、なんか、あの記事を見ると、物事を多角的に捉えることができる。かっその他非製造業。既存プロセスや、定、定、定例業務の改善に優れている。かっ機械。といった意見があったという、ねうん。なるほど。そう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 。言われたことはちゃんとこなす。<laughs> <laughs> えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんこの後六6時半過ぎからご登場まずは、えー、チャット g p t、まあ、あ対話型 AI 生成 AI と言われますが、えー、リベラルに偏りやすいんじゃないかという記事が出ているそのことについて、えー、そして7時またぎのゾーンでは4月の実質賃金が前の年の同じ月と比べて3.0%減と、えー、13か月連続マイナス、まあ、足元の経済これからというところを考えていきます。えー、そして、えー、水力発電所のダム ダム爆発についてウクライナはロシア側が破壊と発表とん水力発電所というかねこれダムそのものかなというところですそしてあのザポリジャ原発の冷却水のね、えー、取るのもここの。まあ ダムから来ているというところのようであります、えー、さらには入管法の改正をめぐってという法務大臣文説決議案が提出されておりますでお、ニュースキーワード NATO 東京事務所そしてスクープアップは LGBT 法案について9日審議入りの見通しということが出ております、えー、メールツイッターはこちらですメールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク1 二四二ドットコム。ファックスは零五七零零二一二四二。ツイッターはハッシュタグ工事一二四二。ハッシュタグ工事一二四二です。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日三人の方にプレゼントしています。工事アップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。 ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官閣下が入ってまいりましたけれども、今日の締めもバラバラという感じであります。えー、まあこのね、えー、ウクライナ。 のダムの決壊についてというところ、まあ、読売新聞、これ、一面トップという形でありました、まあ、他の新聞も、えー、カラーの写真を使いながら、か一面のカターなどで、えー、報じているという形になっております、でそれから、毎日新聞、新マイナカード26年にもというトラブル多発万全の対策、政府重点計画案と、えー、記載情報見直し検討という記事が一面、えー、それから3、3 関係は新しい資本主義についての実行計画の改定案、えー、昨日発表がありました半導体など戦略的投資成長分野に人材シフト新資本主義計画改定案ということでまあ 成長分野に人材シフトというふうにサブの見出し書いてありますけれども、まあ、これをですねあの分配よりもこう成長分野への投資が多いじゃないかということで先祖返りしたんじゃないかみたいな、ねえー、批判が朝日新聞などには載っておりましたけれども、まあ、あ分配から成長へ っていうプロセスが果たしてできるのかどうなのかやっぱり成長経済成長しないことには、えー、全体のパイを広げないことには、えー、そこから切り分けるというのもうまくいかないというのはまあ,あいろんな国で、えー、実際に起こっていることだったりもいたします、えー、そして気になるニュースなんですけれどもまずですね先ほどあたり共同も報じておりましたが えー、アメリカのブルームバーグなどが報じております、えー、6日、ブリンケン国務長官が数週間以内に北京を訪れて中国政府の高官と会談する方向で調整していると報じたとでその訪中の中で習近平国家主席と会談する可能性もあるとしていると、えー、いうことであります、まああのー、クリテンブリンク国務次官補があ北京で、えー、北京訪問中ということ、まあ、昨日、ねえー、この番組の中でも触れましたけれども、まあ、この人、東アジア 太平洋担当ということでもともとブリンケンさんの訪中というものは2月に予定されていたものが、えー、気球のアメリカ本土への飛来そしてそれをアメリカ軍が撃墜したというところから、まあ、頓挫していたとで交換同士の話し合いというものも、まあ、ほとんどスタックをしていて、まあ、唯一、えー、ウィーンで うんサリバン、えー、安全保障担当大統領補佐官と王毅、えー、政治局う委員。 があったと、まあ、これは実情の外交トップと言われておりますが、まあ、この2人があったということが言われておりましたがそれ以外に進展がなかったと、まあ、それが G7 の広島サミットの直前ぐらいだったと記憶しておりますけれども、まあ、それ以外の部分というのはなかなか進展が見られなかったと、まあ、経済閣僚に関しては APEC の貿易大臣会合があった関係でいくつか会,合会談はあったけれどもと外交当局が向き合うというのは、まあ、ずっとスタックしたままだ あったけれどもこここでで動き出すとといううろのようでありま,すまあただあここでですね、まあ、かなり台湾問題などについては、えー、国務次官法と中国の外務次官の間で応酬もあったということがありますんで、えー、お互いがその違いがあるよねってことだけ認め合うというアグリーとディスアグリーということ だ、けが確認されるというところなんではないかというところですが、まあ、それであっても全く対話がないよりはあった方がいいというのが、まあ、アメリカ側のお考え方でもあるんですがこれ、えー、昨日う、ねえー、ジョセフ・クラフトさんもお指摘しておりましたけれども会談、まあ、あ,ありきになると足元を見てくるというのが中国だと、まあ、確かに、えー、かつて、まあ、日本も習近平国家主席があ 安倍、えー、総理大臣が就任第二次政権就任した直後ずっとお会談をしてこなかったと、まあ、これに対して日本のおメディアもですね、えー、なぜ中国と会談しないんだともっとお頭下げて会談してもらえみたいなことを言っていたんですが、まあ、安倍さんは台湾ドアは常にオープンだと言って、えー、それ以上の、えー、何か条件をつけるということはないけれどもそれ以上譲歩することもないんだと、えー、いうことをやっているうちに、えー、結果的に、まあ、政権が長く続くとこういうことが見えてきたところで、えー、習近平側が、えー このぐらいいで勘弁したらみたいな吉本かみたいなことで、えー、結局なんかあ子供だけに会談をしてそしてにこやかに握手するみたいな、えー、ことになっていてこの間までの異性の良さはどこ行っちゃったんだろうねみたいなことで見ていましたけれども、まあ、結局そういう,こう対応の方がより効くのではないかというところがあって、えー、会談ありきのですねアメリカ民主党のやり方というのがどうなんだろうねというところが見え隠りするニュースでもありました。 この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします佐々木さん積極的にね、えー、ツイッターでつぶやいていらっしゃって記事の紹介などもされてますけれども一個多と思ったのがあの話題のチャット GPT に関して、うん、あの見出しを読むとチャット GPT はリベラルに偏りやすいとういう記事、えー、これを取り上げていらっしゃいましたそうですねあのー、結局 インターネット全体のデータを学習して、はい、そこから知見を引っ張ってきてるのがチャット GPT なんですねデータ量がものすごく多いとただネットの中に結局どういうデータが多いのかっていうと普通の個人が一般の人がです、ね、ツイートしてるとかそういう内容よりも例えば論文だったりとか、うん、大手メディアの記事だったりとかそうするとそういう知識人とかわる言論人って言われてる人のデータが多いよねと、はい、そういう人がリベラル寄りだとどうしても全体的にリベラル寄りになっちゃうんじゃないのと。 一般大衆の,、ね、その意識とか感覚みたいなものが拾い上げられなくなる心配があるんじゃないかってうことが知識人芸能人が、ね、言ってることは正しけりゃいいんだけど、はい、必ずしもそうじゃないのが分かってしまったのが今の SNS 時代ですからね、うんえー、早稲田大学の公共政策研究所の将兵研究員、うん、渡瀬祐也さんの記事を引いてというところですけど、うん、まあ確かに実社会を、ね、完全に反映しているというものでもない,いうそうなんですよね、うん 渡さんの、ね、書いてて面白いのはね「権威主義1.0」から。 4.0まであるっていうね権威主義なんてそんなもなくなかったかと思いきやまあ例えば昔からのいわゆる権利主義ってあるわけですよね権威主義ね。でそれが最近だとほらロシアとか中国みたいなやたらと権威的な国家があってそこまではまだ分かりやすいんだけど今の権威主義3.0っていうのが実はポリコレに行き過ぎてるねリベラル左派の権威主義って確かにあの人たちとっても権威主義的ですよね。大学の偉い先生の言うことをね真に受けたりとかね。はいあの それこそね、いろんなこう考え方があるっていうところまでは民主的で権威、うん、主義ではないと思うんですけど、うん、これが正しいんだとこれを認めないお前は差別主義者だと、うん、そこまでいくとこれは権主義が主今起きているのはねなんか誰かが言ったことが正しいから信じようっていうのが。 やっぱ権威主義なわけですよ。で、チャット g p って言うことを信じちゃうのもやっぱり権威主義だから、それを権威主義4.0って呼んでるわけですね。<ー>この渡さんはね。ああ、なるほど。うん、その権威の主体が違うと。そうそうそう。うただ今起きてるのは誰が言ってとか正しいのを信じることじゃなくて、はい、正しさが複数あって、それはすに衝突しちゃいますよね。えーはい、だからその衝突したものはどっかで調整しなきゃいけないよねっていうのが今重要なテーマなんだけど、権威主義の人たちはいやそんなことない、これの言ってることは正しいんだとかあの人が言ってこと正しいんだって言っちゃうのがうん、うん、まあ権威主義であると。 ここれこそが正正義義で他は不正義なんだとそうなんですよねだからちょっとでもいいに反したこと言うとすぐ差別だって騒ぐとかねうんだからこの権威主義からいかに脱して正しさと正しさ複数あってそれを衝突したら調整しなきゃいけませんよと、はい、だからチャット GPT の言うこともその正しさの一つに過ぎないっていうねうそこを認識することが多分大事なんじゃないかなと思うんですよね。あだこれどうなんですかね、うん、今後そのチャット GPT がもっともっっとと進化して,いって でこの渡さん指摘されていたのは今はそういう知識人のデータみたいなものがベースになっちゃってるからそっちに引っ張られるんだと、うん、これがもっとバランスの取れたこうメタ的なうんあんまり集合して綺麗な形にはなっていないけれども、うん、人の感情とかそういうものまで汲み取れるようになっちゃったらバランスと取れてくるんですか うううまくくいいいのかってともそじゃなですよね例えばみんなが税金安くしてほしいと思ったらじゃあ税金安い国家がいいのかっ必ずしもそうではないわけですよね。でそうするとねんか常に周遇化っていう問題があるんで実際今のチャット GPT でも「ハルシネーション」ってね英語で日本語で言うと幻覚とか幻想みたいな意味ですけど要するにネット全体だと結構間違った情報もいっぱい含まれて偏った情報とかねそういうのをそのまま。 チャット GP で吐き出しちゃう問題があってだからあんまり信用しちゃならないよねって言われてるんですよ。えー、で何で間違った情報とか怪しい情報が入っちゃうかってやっぱりそれは全員の集合値だからっていう<ー>だから世論がイコールそのまま正しくはないわけですよねでウクライナ侵攻の話とかだって例えば、はい、じゃあウクライナの人かわいそうだからすぐ戦争やめてみたいなね、はい、なんかこう単純な牧歌的なね、はい、なんかこうヒューマニズムみたいなのをふ 振り回してしまうとじゃあウクライナ戦争やめろみたいな話になっちゃうわけでしょ、はい、でそうじゃなくてやっぱここは必ずしも世論だけじゃなくてですねその安全保障とかの専門家の意見をちゃんと聞きましょうっていうねうで、そうするとそっちの方が正しいっていうかまあ要するにより適正な情報じゃないですか、はい、専門家の意見の方がねでもそこをねうまく拾い上げる仕組みにしないとただなんか今の言論知識人だけの情報じゃやっぱり 偏ってるかといって全員の世論を、ね、あの集合すればそれで良くなるわけでもなくて、はい、でやっぱりそこは専門家の知見は必要だよねってそうするとどこでバランス取るかって僕すごい実は難しいんじゃないかなと思うんですよねう確かにこうそのねあの何でもかんでもこう全部を参照すればそれでいいんだってある意味こう市場に任せとけばすべてうまくいくっていうのと似たようなものがあるけど結局、市場に任せといたらそれで失敗することあるよねっていう。 ロシア国内の世論調査すれば、ねはい、プーチン支持率ていのは圧倒的なわけでしょそうでする、ね、とロシアの世論を背景にしたチャット GPT が現れたらそれはかなりあまり適正じゃない、はいね、答えを出してしまうことになるわけだからだから世論というのは常に世論をそのまま政治に向かい合わせるんじゃなくて、はい、政治家に必要なのは世論の通りにやるんじゃなくて世論と向き合うことだって言われますよねその向き合い方をどうするかっていうところが多分今後 AI と政治の関係を考える上で重要なテーマ、はい、じゃあ向き合うってそもそもなんどういう意味なのかとかねそうですね、うん、どうすれば向き合えるのかとかねそこまあ優秀な政治家は、ね、肌感覚で多分やってきたと思うんだけど今までだとでだ、ね、そうですよねでここまで行くと行き過ぎだから、まあ、これは説得しなそう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 ,うそれこそまあ人間の政治家のひょっとしたら最後に残る。 役割なのかもしれないですよね考え方によって、ね、あそこら辺の利害調整みたいなものっていうのが、うん、人間の仕事の大部分になってくる AI がそこまでやってくれるかどうかちょっと現時点でわかんないですけど今の AI だとそこまでやらないですよね、はい、少なくともねまずはまあチャット GPT についてというところからまあ AI との付き合い方と,いとはいそうですね、はい、お話をいただきました <laughs> 日本最大級の討論イベントついに開催 田浩二の、OK、アッアプ激論有楽町サミット i n 東京国際フォーラム出演は青山茂治菅田真一郎宮崎哲也飯田康之佐々木俊夫、高橋陽一ほか止まらない物価の高騰上がらない賃金そして世界的な金融不安日本経済と私たちの暮らしはどこへ向かうのか最強の論客たちが集結して大激論一緒に考えて希望を見出しましょう 6月25日日曜日会場は東京国際フォーラムホール A チケット絶賛発売中有楽町サミットで検索 あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです引き続きよろ,よろしくお願いいたします、えー、今ねイベントのお告知が出ましたけれどもあのコメンテーターたちが大集合佐々木さんもその一人でいしす、はい、楽しみですよろしくお願いします、はい、お願いします。6月25日東京国際フォーラムホールへまだチケットは売るほどございますのでぜひお越しいただければとまあ迫って は来ましたけれどもただ、まだねどういう話をていうのは何にも聞いてないですけど <laughs> ねえ、我々はそうスタッフも決めかねてる部分もあって,て <laughs> そうなんですよ、6月25日何が起こってるかねと <laughs> まあね<ょ>ウクライナ侵攻もどうなってるか分かんないですし大反転攻勢みたいな話もあるわけですねそそうそう,そう,そう,そうね。後ほど取り上げますけれども、うん、ダムの決壊というのもあったしでちょっと前まではあの解散があるんじゃないかみたいなね、うん、話があったんですけど。長男のせいで亡くなった 説とかそう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 そでそうそうそうこうそうこうそ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 らそう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 そたそう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 いんそうそいそうそうそいそう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 んうそ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 ういうそうそうようそ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 う さあ,あ,あまず株と為替値動きをお伝えしておきます、えー、現地6日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて10ドル42セント高い3万3573ドル28セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は46.99ポイント上がって1万3276.42でした一方円相場は1ドル139円60銭付近で取引されております、えー、来週 アメリカの金融政策決定会合 FOMC が行われるということでまあそれを見て様子見ムードだったということでありますえではこの時間取り上げるニュースはこちらです4月の実質賃金前年同月比3.0%減13ヶ月連続マイナス 厚生労働省が従業員5人以上の事業所3万余りを対象に行っている毎月勤労統計調査の速報値によりますと物価の変動分を反映した今年4月の実質賃金は去年の4月と比べ3.0%減少しました実質賃金がマイナスとなるのは13ヶ月連続です えー、基本給残業代などを合わせたまあ働く人一人当たりの現金給与総額はああプラス一点零パーセントということでまあこれは春等も受けて上がってはいるんだろうなと。そうですね。これいくつかポイントがあって、はい、一つは。 まあこれ厚労省も言ってると思うんですけど4月の速報だとまだ春闘の結果が完全に反映されてないので若干ギャップがあるよねとで実際、連合とかが発表してるね、るの今年の平均賃上げ率は3.69%結構上がってるんですよね初任給とかもねかなり報道されてますけどユニクロが30万円にしたとかねあとまあセガが上げたりとか三井住友みずほあたりのメガバンクも上バげンバンあの賃上げっていうか初任給上げていてかなり給料は上がって 上がってきそうであると、うん、で一方でね多分物価が上がってるのでその実質賃金が減少しちゃってるんだけど、うん、この物価もね、まあ、ちょっと前までほらエネルギーと食料品ばかりが上がってて、はい、そんなのが上がったんじゃ賃上げにつながらないよねって言われてたんだけど先月の消費者物価指数あ、はい、しし先々月か4月の消費者物価指数が、はい、えっとエネルギーと生鮮食品除いた指数がうん、うん、えい、ー 前の年去年去よりも上昇ーでこの4.1%も上昇したっていうのはオイルショック以来っていうね、はい、40年ぶりだったっていうねうで要するにそのエネルギーとし食料品以外のサービス分が値上がりしたってことはこれイコール賃上げにつながる可能性が出てきたわけで、はい、ずっとあの日銀がやってきたですね、うん、リフレ政策の,そのある意味物 インフレターゲット政策はですね、はい、ある意味、結果的に今功を奏しつつあるというか目論んでたわけじゃないんだけど、はい、エネルギーが上がった勢いでなんか物価の許容量が上がったというかですね人々の,、まあ、あの値上げしてもみんな許容するようになってきたそう,そう,もうしょうがないよね、うん、って値上げしてもっていう感じになってきたので図らずもですね日銀がやってきたインフレターゲット政策がついに功を奏し始めてるっていう状況で考えると賃上げの可能性はさらに今後も期待できるかなと。 っていうところはあるんですよねだからまあ今回ね3.0%減で実質人減ってんだけど今後多分上がってくる可能性は十分あるかなと。はい、でもう一個のポイントはねとはいえ、はい、例えばその初任期上げてるのがね三井住友水穂瀬ガ。 うんえー、ファーストリテイリング、のニクロですよね。はい、っていうのを見れば分かると、やっぱり大企業中心なんですよね。でねはい、で結局、中小企業っていうのは大企業から、例えば部品を供給させたりとかね、そのいわゆる下請け企業が多い、はいで、下請け企業に対して、例えば部品代をなんとかこの値上げしないでお願いしますよというふうに。 コストを抑えてるその抑えた部分で物価上がった部分を大企業が吸収して、はい、それを賃,賃上げにつなげてるっていうねうそうすると中小企業から見るといや俺たちに幸せが来てるせいで、はい、全然こっちには、ね、もうかんないと我々のねそのコストを抑えてるおかげで大企業はね物価上昇の部分を自分たちで あのん奪い取ってですねそれを賃上げにつなげてるだけじゃないかって不満は当然出てくるわけで実際そういう声は、ね、中小企業の経営者からよく聞くわけですよね。でそうすると今後、ね、どうやってそのこのまま放っておくと大企業どんどん潤って賃上げしていって、はい、給料よくなりますよねでもかといってて大企業が我慢してね。 中小企業は賃上げできないんだから大企業も賃上げするなってやってるとこれはまた平成30年間のデフレマインドと同じになっちゃうからこれよくないだから大企業は賃上げはどんどんしてくださいとで同時に中小企業もちゃんと賃上げできるような,なんかこう仕組み作りというまあ仕組みちょっと無理かなかなそういうマインド作りに持ってかないと。 どんどん格差が開いちゃう問題はやっぱり起きるかなってことだと思うんですよね。そうですよね結局最終的に出してる商品が値上げしてる、うん、それを原資にしてまあ賃上げもしてるけれども、うん、一方でそ,のそれだけ値上げしてる分をちゃんと中小企業にも支払いとして回さなきゃいけないそうなんですよね下請け企業にもね。だから大企業はどうやってその部品とかね、はい、そういうもののコスト上昇をちゃんと。 賃金上昇と含めて引き受けるかどうかっていうところは今、すごいい問われてるんじゃないかな、うん、だかその辺ってひょっとすると消費税が上がるときにちゃんと転嫁してますかっていう転嫁人名みたいなのが出ましたけれども同じように、まあ、独占禁止法の仕組みで、ね、あの大企業は、うん、元請けはあの US 的地位があるから,、うん、だからそこでコストを抑えさすんじゃなくてちゃんと転嫁しましょうねとか US 的地位を乱用させないようにするとか、うん、そういう仕組みを強化しなきゃいけない,ない、うんそうですか、ね。 政府もそういうことは言ってるんだけど、ねうん、そこをなんとかし仕組みみたいなものに持ってくけるかどうかっていう、ねはい、賃上げに関しては、ね、やっぱ優秀な人材集まらないから賃上げせざるを得ないっていうのはあると思うんだけど、うん、それを中小企業側にこの賃上げについて結構ね、ねいろいろおーメールやツイッターでもいただいておりますけれども、うん、会津少将さん大手の顧客が電気代の一部を負担してくれるようになりましたというようなご意見があ,んあ,<ー>あるんですね。去年 のの暮れぐらいに、はい、その下請けに対してね価格転嫁ちゃんとさせようと、うん、でそのさせ,なさせる協議をしなかった会社名、はい、表し価大企業に佐川急便とか電装とかですけど、はい、まあこういうのは、ねうん、ちゃんとやっていただいて。ええ なんか下請けを大事にしない会社はいかんのだっていうね、そういう世論を喚起することが多分大事なんじゃないかなと思いますよ。うん、でね、まあ一方で原資のない会社も、うん、その働き方の部分でフレキシブルさを出して、うん、こう人を集めようとか、こういろいろこう工夫をしてるっていう話だ、ね、うですね。うすねもうこれきっかけで、ね、結構ね、えー、労働市場の流動化始まる可能性もあるんじゃないかな。要するに。 今例えばリモートワークなんかも含めてそうなんだけど例えばコロナがなんとなく五類以降で終わった感じになってきてそうすると結構いろんな会社で聞くと「リモートワークやめました」とかね出てきて下手したら田舎に家買ってリモートワークしたのに会社がリモートワークやめちゃったんで通勤大変みたいな話とか出てきたりとかそういう時にじゃあ転職してリモートワーク可能な会社に移りましょうみたいなねあるいはもう給料今の状況安いと何で同じアパレルなのにユニクロは初任給30万でうちは20万なんだみたいなことを言うとじゃ もううこれで他の会社転職しようっていうねうん、うん、その転職のなんかこう、はい、他のところに行ってもちゃんと高級で雇ってもらえるっていうようなその賃上げプラス労働市場の自由化みたいなものが組み合わさると、うん、もっと もうちょっとね転職フリーな感じになってくる可能性あるんじゃないかなっていうう、ね、う結局これ続いたデフレの中でね、うん、あのやめたら次があるかないじゃないかっていうこのマインドでしたよね,うよねもうレールから一歩外れたら人生転落しかないってみんな恐怖に怯えてたわけでしょ、はい、でそれが終わった感じが今あってすごく令和になってからねだから転職してもまだこれから道は開けるんだっていうふうに思えるようになるこれこそがねうん、うん 昭あの頃はね、はい、別に豊かじゃなかったんだけどーへーへーまだ世の中これから良くなると俺の人生まだ明るいんだってね期待が持てる時代だったのすごく良かったで平成の時代はね別に昭和よりもずっと豊かだったと思うんだけど物質,物質的には全然そういう期待感がなかったと思うんですよね。はい、でこれがね今ね2020年代に入ってようやくその期待みたいなものを持ってもいいかなっていうふうに時代の。 少しし変わっててきる感じでで僕はんんすすよよねねそうな私就職氷河期世代なんでこんな世の中になってって言って親父と一度議論したことがあるんですけど何言ってんだと俺の時代だって就職きつかったんだと親父はちょうどオイルショックの時に社会に出たんでやっぱり就職はなかったんだとでも唯一違うところがあるとまさにそー謀部分でその後10年経ったら転職がんがんできる社会になっていたと80年代ぐらい。 バブル時代ですあの彼もそこで転職をしてたんですがいや俺らの時代にはそれがなかったんだってそこの違いって結構大きいんだぜみたいな話をしてそこの部分を何かこう喚起するようなものが政策としてももうちょっと出てくるとここで増税とか言われちゃうとえまたってなっちゃうんですよねせっかくここまでうわっと上がってきたんだからもうその上がってきたね上昇軌道を何とか潰さないで岸田さん 財務省に、ね、立てててついい頑張っほしいなと思う,思うんですけどね新しい資本主義っていって、うんまあ、いろいろ成長分野に投資をするとかっていうのが出てくるのは、うん、まあそうなんですよね、うん、だからだもちろん悪いことじゃないんだけど社会、はい、全体のこうマインドを変えるとか空気感を変えるっていうところをどうすれば変わるのかっていうところをねもうちょっと ななんだろう,なこうグランドデザイン的に考えてほしいというかう成長産業に投資するってある意味ある種戦術じゃないですかあ小手先の、ね、い言い方悪いけど局局面局面でその根本のところの社会の空気感の土台みたいなところを変えることのが僕はやっぱ新しい資本主義まで言うんなら大事なんじゃないかなと思うんですけどね。まあねその一つのねインフラとして電力っていうものもあるエネルギーっていうものもありますがエネルギー白書が 出てきたとで、まあ、ウクライナへのロシアの侵略で電気代も上がっているというようなことが指摘されてますが今のところ日本は高い高いと言われながらもそんなにひどい、はいえー、値上げはされてなくて、まあ、その理由としては結局、長期契約の天然ガスとかを使ってるからであるっていう理由で,、はい、でドイツとか欧、ね、州もう2倍、3倍みたいな感じで電気代が上がってきてでこれはこれでまたね 景気を、はい、あの抑えつける、ねね、マイナス要因になってしまうのでここもうちょっと国が頑張ってあのエネルギー高騰しないのになんとかしてもらうしかないかなって感じもするんですけど、ね、ただまあこのウクライナ侵攻いつ終わるかわからない。うんで勝手に、ね、そのウクライナが負けましたって終わる やオプションは僕はないと思うのでそうなるといつまでもわれわれは、ね、頑張って西側諸国は、はい、ウクライナを支え続けなきゃいけないっていうところでいうと、まあ、長期戦でこのエネルギー危機っていうのね、えー、なんとか引き受けざるを得ないんじゃないかなと思うんですよね、その時にどうやってその景気とのバランスを取るのかななかなか難しいとここですよねねれはねうん、まあ、そうするとね原子力とかも含めて選択肢に入ってくるかもしれない,い、ね、最終的にそこにいくしかないかなと思うんですけどそこはもうちょっと僕は議論が必要だなと思いますよ。よ、うん おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです水力発電所のダム決壊ウクライナはロシア側が破壊と発表 ウクライナ軍は6日南部ヘルソン州ドニプロ川にあるカホウカ水力発電所のダムがロシア側によって破壊されたと発表しゼレンスキー大統領は強く非難しましたヘルソン州の地元の知事は大量の水が下流に流れおよそ1万6千人の住民が危険にさらされているため住民の避難を進めるとしております 一方、ロシア大統領府のペスコフ報道官はウクライナ政府の命令で計画され実行されたものだと主張ウクライナ側の攻撃と批判をしております。で国連安保理はこれを受けて緊急,会合を緊急公開会合を開くことを決めたということであります。 いやーこれ、いろんな情報がまだ錯綜してる段階ですよね。ね基本、ダムを破壊するっいうのはジュネーブ条約違反ですからね、国際法に反国際法に反してるのは間違いないんだけど、ただロシアがやったのか、うん、ウクライナがやったのか、現時点ではよくわからないっていうね、いやそうなんですよね、ドニプロ川っいうのはちょうどその、まあ、ロシアとウクライナとベラルーシの間をね、一番今、ヒ、うん、ホッとなところずっと流れて国会に、ね、注ぎ込んでる川で、はい、ちょうどその過去あたりがヘルソン。 その少し上にザ,、あのー、ザボリジャーでしたっけ原発があるとザボリジャー原発の水はここからこのダムから取っているっていうのとあとクリミア半島はね実は水があまりないところでうん、うん、ここからこのダム湖から水を引っ張ってそれを、えー、浄水道に使っているっていう話なんですよね。うん、でこれねどっちかわかんないんだけど BBC が面白い指摘をしていて。はい 結局ほらヘルソンを、ね、<ー>しばらくウクライナが奪回したじゃないですか。はい、でヘルソンっていうのは、えー、ドニプロ川の右岸、つまり、えー、と向かって左側にあって、はい、でそこを奪回したのでそうすると今、ドニプロ川がウクライナとロシアのちょうど最前線になってきてる、はい、ヘルソンあたりでは、はい、でこのダムは要するに橋でもあるわけですよね<ー>両岸を渡してる。るそうするとウクライナがほらちょうど反転攻勢にね 夏の大反転攻勢に出るとか言われていて、うん、そうするとヘルソンからあのマリウポリとかある方向へね、はい、東の方へこうへドリーンプルか渡ってくるだろうと予想されているうん、うん、で、その時にこのダムを使うんじゃないかというのを予測されたので、それはロシア側を懸念して破壊したと考えるのが、あ<ー>まあ、最も論理的な説明ではないか。ロシア側にはだから動機があると,と。 だからロシアがヘルソンをもう一回奪回しようと思ったらやっぱりその橋を使うんだけど現状だとロシアとウクライナの力関係でいうと少なくともロシアはどっちかが主勢に回っていてウクライナが反転攻勢しようとしている状況の中では破壊して渡航するのはロシアではないかとね一方でそんな、ね、ダム湖破壊したらダボリー原発ひ、はい、ょっとしたら冷却水喪失みたいな、ね、ことになりかねないしクリミアね、はい、ロシアが今。 えー、実,験し実行支配してるわけですけどそのクリミア自体もね水がなくなっちゃったら住んでると困るじゃんと思うんだけどでもプーチンって別に住民のこととかあんまり何も考えてなさそうだしう原発に対する危険とかも特にあんまり気にしてなさそうどっちかっていうと、えー、そのウクライナとの戦争をいかに、ね、遂行するかということにしか関心がないということを考えれば、まあ、客観的に見るとロシアの方がやってる意味が 状況証拠的にはある,あるかなっていう、うただ現状ではまあそこまで分かんないよねって、はい、それ以上の物的証拠はないよねって話で今、指摘のあったそのザポリージャー原発に関してっていうのは IAEA ・国際原子力機関も現時点で安全性への影響はないと。うんうん、なんか他のところからも水は引っ張ってこれるって話みたいですよね。はいはい、でもうすでに発電はは止止めていてい、ね、い、うん、冷温停止あるいはまああの そこまで、冷温まではいかないけれども停止している状態だと徐々に止まりつつあるってことですかね、うん、でそれからね、ねこれいろんな本当、可能性が指摘されている中で、うん、まあ双方からいろんな形で攻撃があったりとかっていうのが今まで続いていて、えー、でかつ、これだけ水がなんかここのところ増えていたと自然にというかね安全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 状態だったって話があって、はい、しかもその、えー、このダムのですね、えー コントロール権はロシアが持ってたっていう、はい、そうするとわざわざ満水にした状態で破壊したとすると当然ねその下流域の水害が起きるのは分かってるわけだからそれになったんじゃないかと考えればやっぱそれもロシアがやった方ほうね実際に爆発させないとしてもそれだけ脆弱になっていることを考えると、うんうん、で水をそれだけたたえると自然と。事故って っていう説もありますよ、ね。マンスになっている状態で結果してしまったって、ね。で、えー、そこをね、管理権がロシアにあったってことは何か密室の故意的に、うんうん、<laughs> まあ別に壊れてもそれはそれじゃないかとなったのかどうなのかという,、ねうねうん、まあ現時点であんまりこう不審なまでなんですけども、い,うん、いろいろ状況証拠を考えるとこれはちょっと怪しいかなって感じは。 他方、ねウクライナ側もロシアの領内での反政府活動に対して支援があったのかどうなのかみたいな話最近、ロシア国内でね反ロシア軍みたいなのが登場してきてなんかやってますよねこの交差活動どうなのかと思う全くこの前もクレムリンのほら爆発とかあれもいまだによく分かんないじゃないですか自爆自炎とかいろいろ説が出てますはい。 まあ何らか裏側で安投両、えー、双方とも安闘してるのは間違いないんだろうけど、えー、表に出てる情報だけではど今のところ何の判断もできないかなっていう現状だと思いますね何かやはりね戦場には霧がかかるなんてことを言いますけれども、うんうん、その霧が濃くなってる感じがあって、ね、外かかかららはなかなか見えづらい反転攻勢も始まったといわれる説もあり、はい、まだ何もやってないという説もありう、ね、もう一生懸命毎日ね本当 安全保障の専門家の人たちの意見とかあとあ海外のメディアとか一生懸命読んで情報収集してるんですけど、えー、まあ読めば読むほど分からなくなるっていうのが現状だなって思います、うんうん、本当これに関してはね専門家の人たちもちょっと予断できないよねと、うんうん、今決めるってわけにいかないっていうね,うねまあでもそのわからないっていうことをわからないっていうのがやっぱ専門家の行為すかにね、うんえー、では続いてこちらのニュースです、はい 入管法改正案案をめぐり、立憲民主党、大臣の問責決議案提出入管難民法の改正案をめぐって斉藤法務大臣の対応が不十分だとして立憲民主党は参議院に問責決議案を提出しました外国人の収容や送還のルールを見直す入管法の改正案は6日の委員会で採決される予定でしたが見送りとなりました これもね情報がいろいろあって、はい、で一つにその入管法改正する根拠になっているのがその強制送還されるときに難民申請すると、はいえー、一旦強制送還停止されると、えー、だから強制送還逃れるためにその申請を繰り返している、ねうん、外国人がいっぱいいるから改正せざるを得ないこれも一つ説得力のある話。はい、ただ一方で、ね、その立憲民主党とか言ってるのは、うん その難民申請したときに一旦こう例えばじゃあ難民ではありませんと拒否されたと、はい、でその後にもう一回、その異議申し立てができますの、ねえーえー、で,で異議申し立てしたときに、えー、それを調べるのが参与って言われるね外部の人たちで,、はい、でこの人たちがなんかねその中の一人が4000件ぐらいあるうちの3000件ぐらい一人でやっているとかね。 なんか一人でそんな調べられるのみたいなねそのだから難民認定についての,なんかその審査のですね、はい、不透明さがちょっと問題なんじゃないかって指摘があってこれはこれで僕はね説得力あるなと思ってもうちょっと国が一体どういう形で難民申請を引き受けてそれに対するその可否を異議、はい、申し立ててどういう対応をしているのかってもうちょっときちっと説明する必要は僕はあると思うんですよ。 ただねとはいえね、ね、うん、その問題あるしそれはちゃんと透明性を確保してきちんと情報をまずファクトを出してくださいっていう話であって、はい、そこでなんかいきなりね法務大臣の問責決議案出すっていうのは手法としてどうなのかっていうのは僕あると思うんですよねこれんなんだろうな今までも散々やってるわけですよ。なんかこ要するに国会の、はい えー、採決を防ぐために問責決議案を出すとで、こんなものは通らないのはすでに分かってるんだけど、えーまあ、一応やるだけやっちゃうかみたいなね、そういう立憲民主党側の考えなわけで、これでも国民主党の玉木さんは批判してて、えーえー、記者会見でね、改正案の成立を少しでも遅らせる効果を狙ってると思うけれども、国会の会期末に年中行事のような形でやることは、国民の理解を得られなくなってる気がすると日が延長ななければ会期末なんで、うん、もうあと。 2週間切ってきてきると、うん、だからなんかこう審議の日程を遅らせる可決させないっていうためだけの問責決議案ってもう完全に有名無実なわけで,、うん、でそれって国会における議論をね何だろうな否定してるというかだからそれを。 なんだろうそれでしょうがないから強行採決みたいになってしまうと今度はね、はい、自民党は民主主義を否定してるんだって騒ぐんだけど一方でその前代として、ね、強行採決に至らざるをえない議論そのものを拒否するみたいな行為もやっぱ野党側にあるわけで,、はい、でそこは、ね、その与野党両方ともにちゃんと歩み寄って議論するっていう姿勢を見たらしてるん,んかこういう国会でとにかく ね引っ張るんだ引っ張らないんだってことをやり続けてる限りねなんかすごいこう、うん、有権者の信頼を失うだけだと思いますよね。結局間の落とし所に行かずにどっちかに振られちゃうってことになっちゃう,う,、ねそ,うね、それが解決になるのかというところですよね。うん、さあそしてここで番組からのお知らせです。来週6月12日からの1週間のコージは特別企画です。題してどうなる国会どうなる国際情勢激論コージコメンテーター交流戦。 恒例のダブルコメンテーターウィーク、6月25日にイベントも控えておりますが、一足早く番組でもメジャー級の豪華論客たちが、朝から生で激論の交流戦です初日6月12日、月曜日は飯田恭之さんと認定 NPO 法人フローレンス会長の駒崎博樹さん。 今回のリード不満は、このお二人、先頭バッター出塁は間違いなしです。十三日火曜日は、須田慎一郎さんと宮崎哲也さん。二番最強説、工事最強タッグが打順を変えて、火曜日に登場です。十四日水曜日は、高橋洋一さんと高橋杉雄さん。経済と安全保障のダブル高橋コンビ、再結成であります。十五日木曜日は、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんと峯村健二さん。実は、この二人には、意外な関係が詳しい。 しくは番組でご確認ください。そして最終日、16日金曜日は佐々木としさんと野村修也さん、えー。佐々木さん、今回は金曜日のご出演と、初めて金曜日でます。来週も <laughs> よろしくお願いします。よろしくお願いします。 え野村修也さんとお二人ということでどんなジャンルのニュースでも広角打法で打ち返します田口こののの週は千葉県の美味しいししもの詰め合わせ毎日プレゼントします<い>6時40分過ぎからの黒木仁美さんの「朝ナビ」には元車椅子プロテニスプレーヤーのレジェンド国枝慎吾さん毎日登場です。 朝のラジオのニュース番組は飯田康事の OK 康事アップ、まあ、お聞きいただく方法は様々ございますがそもそもの根っこは平日朝6時から平日朝6時から平日朝6時から地上波日本放送で生放送でやっております。ラジオ界のの民を問う1週間来週間来6月12日からの工事は ラジオ界のあれを目指して頑張っております皆様のご声援よろしくお願いします,ししますほらほうよ続いて教えてニュースキーワードです NATO 東京事務所イギリスのフィナンシャルタイムズは5日フランスのマクロン大統領が NATO 北大西洋条約機構の東京事務所を開設することに反対の意向を示したと報じました NATO は東京に拠点を設け、インド太平洋地域の安全保障協力を広げる狙いがありましたが、マクロン氏は中国との関係悪化を懸念したとみられます。 えー、これ、実現するとアジア初の連絡事務所になるそうなんですが、うん、NATO は連絡事務所を作るにも全会一致の賛成が必要なので,ので、ね、フランスが反対するとできなくなってしまうってマクロン困ったもんだよな<や>この人はって感じですよね <laughs> またなんか逆走しだしたなっていう、ねね、ちょうど先,月先々月か、はい、中国行ってね習近平と会談して、ねはい、台湾情勢ね に関しては、いやいやヨーロッパは米中を追随しない方がいいみたいなことを発言して西側諸国、何言ってんだ、マクロンみたいな感じでちょっとみんなイライラしてたんだけどまたこの発言かといういや、本当ですよね、間に G7 の広島サミットあったのにね、その時何も言ってなかったくせにいや、そうですよね、そこでお前、言えよっていうね直前に結構、NATO の事務総長とかも東京事務所作るんだよみたいな話してましたもんね。 だドイツとかねその他のヨーロッパにシガー諸国がこぞってウクライナ支援、はい、で台湾情勢に関してもアメリカ日本と、ね、同調して、えー、向き合っていこうっていうふうになっていく中で、ねまあ、フランス人はちょっとへそ曲がりなのでいやいやお前ら勝手にやれよ俺は中国と仲良くするからなみたいなね、えー、そういうノリですよね。これねやばその飛行機も売った,ったぞ まあ気持ちはわからないでもないけどここはもうちょっとねグローバルな今の国際情勢ちゃんと,ゃんと考えてほしいよねと結局 NATO とその日本の関係が何の意味があるかっていうとまあ日本はねずっと安倍さんの第2安倍政権の頃からえいわゆるホイップですよね自由で開かれたインド太平洋っていう戦略を始めてスタートさせてで日本からその東南アジアを経てインドに至るまでの広いエリアを えー、一つのこう西側諸国のね、はい、つながりとして捉えようって考え方、うん、でウクライナ侵攻起きてそうは言ってもなんかインド太平洋だけではやっぱり、うん、この西側の自由な国々守れないというので日本はだからウクライナ問題にも積極的にコミットしていきましょうと、はい、で一方で、えー、そのヨーロッパの国にもねその台湾情勢ちゃんと見てほしいよねと。だから実際 あのー、イギリスとかが、ね、こっちに感染発見したりとかす、はい、ててるわけですよね。ね空母ということでだか NATO の,の北,北大西洋条約機構といわゆるヨーロッパと自由で開かれたインド太平洋を全部こう一列につなげてしまってもっと幅広いこう、ね、世界的に広がるその西側諸国自由な国々の連帯するネットワークを作ろうというのが今回の狙いなわけですからね。うーんね いやまあね、ヨーロッパ、フランスがそういう態度を打てくるんだったらわれわれウクライナは別に知らないですよとロシアとだって仲良くしましょううちはエネルギー欲しいんだからみたいなことを言ったらあんたら怒るででしょアメリカもちょっと不快感示してるみたいで、えー、いやそんなに言うんなら、まあ、ウクライナ侵攻あんたらヨーロッパだけでやったらっていう。うん あそういう話がちょっと出てきてるみたいだね、うん、フランスさんはずいぶん自信が終わりなようですからアメリカは別にわれわれウクライナまで行く必要はないわけだから、まあ、日本としては歓迎ですよね、うん、アジアにね、二、うん、正面でなくアジア正面でやってくれるんだったらアメリカがと。うんうん ね、ウクライナに武器を送らないでじゃあ台湾ちゃんと守る方に使ってくださいって話なわけででもそうやって言い出したらもうどん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 分断が進むだけだからいやそうじゃなくて日米諸国全体で団結してロシア,ロシア中国とちゃんと向き合っていきましょうっていうのが、ね、う今回の同意なわけでもマクロンがもうちょっと,何とかしてほしていです続いてここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニューーススをスクププアッ LGBT 法案衆議議院内閣委員会で9日に審議入りの見通し与野党から3つの法案が提出されている LGBT の人たちへの理解増進に向けた議員立法は衆議院内閣委員会で今週9日金曜日に審議入りの見通しとなりました。 LGBT の方々への理解増進に向けて自民、公明両党が超党派の議員連盟でまとめた法案の文言を修正した与党案を国会に提出したのに対し立憲民主党や共産党などが議員連盟そのままの法案をそして日本維新の会と国民民主党が共同で独自の法案を提出しております。 えー、修正協議模索されたが結局折り合いつかずということのようですうんこれも、ね、なんかややこしい話になっちゃって本当に残念だなと思うんですけど、まあはい、LGBT を差別しないようにしましょう理解するにしましょうっていう当初の稲田朋美さんとかが考えた発想としては僕は全然悪くないし、えーえー、当然の話だと思うんだけど結局問題ずっとなってるのが。はい その性,自認性自認っての自分の性は何かっての自分で決めるって意味ですけどその性自認を理由とする,理由とする性別差別は許されないってい文言をどう扱うかってのはちちゃくちゃく紛糾したんですよ、ねはいうのは結局ねそのトランスジェンダーの問題って今日本ではその手術を受ければ、はい、例えば女性が男性になりたい。 本当は男性だと、うん、そのぐらい男性なら手術を受ければ OK 逆もそうだっていう手術を前提として考えてるんだけど、うん、今ヨーロッパアメリカいわゆる欧米ではですね、はい、その手術しなくても政治に自分が女性だと思えば女性。うん はい、男性だと思えば男性っていうその性自認だけで OK だっていうふうに考え方が変わってきていてでそれがね果たして妥当なのかどうかってむちゃくちゃ議論になってるんですよね。<ー>でなぜかっていうと例えば実際にも海外で事件が起きてるんだけど、うん、なんだろうレープで捕まった男がね、はい、自分は女性だっていうふうに主張して性自認はだ女性であるというのでう女性刑務所に入れられてしまって。 周りの女性は戦戦恐恐みたいな話とかね。はい、あるいはまあその風呂場に政治人が女性であるっていう男性が入ってきて、はい、えー、中で性器を勃起させてた。 っていう、ね、事件が起きたりとか、えー、子供の前でうの、ね、そうなんですよね。うん、そういうのが、ね、いくつか、うん、まあ起きてきてしまってる現実があると、うん、でまあそれでねあのー、いや勘弁してくださいよっていうふうにお店側に行ったら、うん、いやこれはもう法律でこう決まってますんで我々としては何もできませんみたなこなんで,なんですよね。むしろあなたはそういうことを言ってるのは差別主義者ですか、うん、みたいなことになっちゃうそうなっちゃうんですね。日本ではそんなこと起きないって言ってる人もいるんだけども、はい、起きないし。 根拠は何もないですよね。結局これ法律で決める、うん、ということになると。運用の部分で。いうう厚生労働省のガイドラインで。はい。 お風呂に入るときにはに身体的な区別で入るっていうふうには決まってるんだけどそれはあくまで法律じゃなくて厚労省のガイドラインなので、えー、ここで LGBT 理解増進法で、ねえー、政治人を利用する差別は許されないって文言が入ってしまうとうん、うん、上位の法律になってしまうわけですから厚労省のガイドラインにひっくり返っちゃう可能性があるよね、うん、っていうところで非常にこうそれに対して、ね、まずいんじゃないのっていう議論が日本で起きているでそれに対して、ね、いや欧米では進んでる日本遅れてるっていうふうに言う人もいるんだけど。うん はい、そもそもそれは遅れてる、進んでるって話なのかどうかっていうね、う要するに結局、そこで女性の権利とそのトランスジェンダーの権利が衝突しちゃってるわけだから、はい、その衝突してるところに折り合いが必要なわけだけど、はい、このままの法律だと、このままの文言だとね、はい、トランスジェンダーの権利で押し切ってしまって、女性の権利が侵害される可能性があるよねっていう話だと思うんですよね。だからこれ、自民党は、政治人って言葉はちょっとやばいんじゃないのっていうんで、はい、性同一性って言葉に変えて。 もともとねどっちも英語ではジェンダーアイデンティティなんで同じ意味なんて感じなんだけどまあ自認っていうふうにね自分で認ずるっていうふうに言葉を入れるか同一性っていうねもうちょっと広い概念にするかでやっぱり意味合いは日本語としては全然変わってくるよねとあと差別は許されないって書いてしまうとね差別したらけし架お前はだめだっていうふうにキャンセルするぞってなっちゃうけどまあ 不当な差別はあってはならないっててなならいいうね差別にまず不当って言葉をつけて、えー、不当な差別あってはならないっていうのを少しマイルドにしたっていうねうこれはもこれ自民党の発想としてはまあ妥当な、はい、あの変更だなと思うんです。 ただ、ね、もうちょっと評価したいのは国民民主党立憲あ、日本維新の会が出している法案でこれはちゃんと女性の権利と、はいえー、トランスジェンダーの権利が衝突する場合にはそれは調整が必要であるということがちゃんと盛り込まれているのでこっちの方が一歩進んでいいかなっていうと結局、まあ、これ、まあ、法,は法律が通るということになると今度はじゃあ何かその衝突が実際に起こったときにむしろ被害者が出た後に裁判所がそれを判断するという,うそれで判例で 積み重ねるというふうになるとその被害者の人たちがみミスミス出てしまうってことがいいのか悪いのかっていうそこの部分に今度はね、うん、問題移ってくるでねこれ実際この政治人を理由とする差別を許さないと文言に対して反対してる人はいっぱいいるんだけど、はい、なぜかね朝日とか毎日の記事を読むと <laughs> なんか保守系から反発がみたいな、ね 保守系だけじゃないだろ、反発せんのはっていうね、実際、つい先日、千台駅さんっていう有名なヘミニストのオピニオンリーダーである研究者が、この,、ね、の LGBT 改造新聞はちょっと問題があるってことをちゃんと記事にとかしてるわけですよね、うん、法律の専門家がきちっとこう分析、吟味しなきゃいけないだろうとうして、ねうん、ヘミニズムの中からも当然、このトランスジェンダーの問題のに関して反発が出てるわけで、はい、そこは、ね、別に保守系が反発みたいなね、そんな分かりやすい文言に押しとこうん、しね、ステ,レオ,タプステレオタイムに落とし込で まないでちゃんとここは議論がショートしてる部分があるんだから親が必要だってここに話を持っていかないとなんかねちょっとその朝日毎日のねその論調がね、えー、なんか非常に歪んでるというかね。 ステレオタイプの落としし込みすすぎだなって感じはしますよねそこでだから、まあ、理想は理想としてみんなが分かり合える社会ってもちろんそれはそうなんだけどっていう、うん、まあそれを前提としてですよね。でただやっぱりどうしたって衝突する部分はあるんだから、うん、そこをこうどうしよそう,そう番組の今日の番組の冒頭で見ましたけど正しさってのは一個じゃなくて、はい、必ず衝突する場面がある特に今のような複雑な、ね、多様な社会では何らかの自由とか権利を追求しようとすると必ず誰かの自由や権利に侵害しちゃう可能性があるわけで、うん、もうトレードオフっていうかね。はい いや,もうやたらたくさんあるわけだから何が衝突するのかってまず透明化して分かるようにしてその衝突してる部分をどうやったら調整できるかと考えるっていうのが政治の仕事だと思うんですよね。でこれ調整するってことになると当然だから双方が不満を持つっていうのは確かにそうなんだけそうなんですよねお互いの100点にはならないんだからと、うん、からなんだけどっていうことこでしょ、ねうん、10点少しねマイナスを引き、うん、受けるかっていうことになる。うん でそれはけしからんて言ってしまうともうそれで議論が終わってしまうわけでそうすると今度相手側の100点で押し通そうとするってことになる、うんうん、そうなんですよねだから今回の件でも、ね、立憲民主党内部でせっかく折衷案で OK っていうふうに持って行ってたはずなのに、うん、途中での内部のね左派的な人たちからこんな法案を飲むなんてけしからんみたいな話になってですね結局もともとの法案で出そうって話になってしまうと。そうすると、うん なんか折衷案を作るんじゃなくてお互いの主張する法案をそれぞれ出して、はい、結局そうすると数の多い自民党が勝ってしまうっていうね、うん、でそれはそれで民主主義的にそういう議論でいいのかっていう話にも本当はなると思うんですよ、うん、だから法案を出す手前でちゃんと与野党で協議して折衷案を。 作りましょうって方向に持っていってそれができたんならもうそれぞれの党内で、ね、ちゃんと合意を得るっていうそういうプロセスをきちんと作ってほしいなと思うんですよね。はい、さっきの,、ね、あのこの場まさに今日の冒頭佐々木さんお話しいただいた全部が全部こう民意を聞くとか、うん、全部が全部当事者のお話を聞くだけだとこうそれはそれでまた違ったものになっちゃうと当事者の人たちはこう自分たちのことをこう言うのはもちろんそうなんだけど、うんうん、間に立つ人間は多分そこで で両方から身を削られながらもこううす、ね、残す部分を作っていくっていう仕事に本当にならなきゃいけない、うん、A からは100にしろって言われて B からは100にしろって言われて A と B 両方100にするのは無理だって時にどうするかっていうねこれこそが政治の仕事だと思うんですけどねうん、えー、LGBT 法案について、まあ、その辺りから、ねえー、政治の在り方お話をいただきました。 あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK 工事イアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください 忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ、AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。